なみさん、事件です。まあ、今日の事件はね、<laughs> あの、何ですかね、衆議院選があったじゃないですか。いや、今回ほどね、私に面白い選挙はね、なかったなと思います。まあ、というのがね、やっぱり関心がすごく深く向いたからでしょうね。まあ、そのおかげといいますかね、そのきっかけってのはね、あの、やっぱりインターネットを中心に活動してる国政政党が2つあるんですよね。インターネットで活動して、 インターネットを中心に知名度を高めていって、令和新選組とね、N 国党が国政政党になったわけですよ。これすごいなと。時代の変わり目だなと思いましたね。で、その後もインターネットを開くと、令和新選組と N 国党の情報ってものすごくたくさん入ってくるんですよね。しかもそれを編集した、いわゆる YouTuber さんが動画を新たに作ってね。 まあ、N 国とはこうだとかね、レア新選組はこうだみたいな、なんか批判とかね、賛同とかっていうのがいっぱいあって、これね、なんかすごく面白いなと思いながら見てたんですよ。で、共感するとこもあれば、これはちょっと違うんじゃないかなってところもあったりね。えそうなるとね、やっぱこうテレビを見ない私にとっては、自民党とか立憲民主党があるのかどうかすらわからないぐらい情報のこう格差が違ってくるんですよね。で、うん、まあ、いろいろと言いたいとこはいっぱいあるんですけども、 うん、あとはね個人的にね応援してる候補も結構いてですね、うん、それからずっとインターネットでは政治的な主張をしていたんだけどもなかなか人に知られることがなかったようなねまあそういう政党のまあ代表格であの「オリーブの木翼の塔」っていうのがあるんですけどねこれ黒川敦彦さんっていうのが、まあ、いろんな政治問題とか国際問題とかね企業の問題とかを語っていたのがずっとあってねそれずっと見てたんですけども。 でも絶対この人は国選出てもまあ目立つことはないなと思ってたらまあ N 国党のね諸派党構想っていうやつで小さな政治団体はどこでもいいから合流してくださいみたいな感じでねなんかやってるところがあって N 国帝ってあのご存知のように NHK のスクランブ化だけがあの目的なんですよね公約なんですよだからそれ以外は何をやってもいいよっていう政党なんでまあ例えばね ハゲに悩む人の会とかっていうのも合流してるし、その他、まあ、いじめをなくす会みたいなのも合流してるし、あとなんか労働党みたいなちょっと危なっかしいところもね、合流してたりとかしてね、まあ、なかなかユニークだなと。つまり、誰でも政治に参加できるような政党が一個だけあるんですよ。それが N 国党なんですよね。私は、ここにま、お願いしてね、うん、いろいろと考えさせてもらおうかなというところもあるし、ただまあ、もう一個の令和新選組はね、ちょっとね、山本太郎さん個人的に好きなんですよね。 で、今回、山太郎さんは、あのー、衆議院議員に帰り去るというとことでね、前回は参議院議員だったんですけども、今回は難しい衆議院議員に参加するということになって、これからあ活動されると思うんですけども、うん、私もね、なんかね、あの、YouTube を通じて何かをやってみたいかな、というふうな気持ちになりましたね。えー、昨年は、えー、町、ま、内会長ということで、ね、小さく政治団体には、 いいたととうことになりまますけども <laughs> まあ今年はねあのなんて何うんですかね悪党党といいますかね <laughs> 一人で隠居党で普つかなんかそんなの考えたりなんだりしてうんそうですねまあ、今回の事件としては自分だったらどんなマニフェストをするかなっていうところでねまあ例えばそうですねあのまあああんだロスジェネ党とかね ロスジェネを支援する党とか、あとそうですね、暗号通貨税制っていう党はどうですかね。体の党とかいうのを作って、暗号通貨の税金を安くするための公約みたいなね。まあ、そうすると暗号通貨持ってる方が皆さんね、あの、投票してくれるかなと。特にたくさん持ってる含み益をたくさん抱えてる方は、えっ、ー、と、私のね、公約が通ったら、あのー、マニュースを実現したいです。眠くなってきました。すみません。<laughs> うん、まあなんかね暗号通貨の税金が安くなるよみたいな20%だよみたいなのになったらいいかなと思いながらねそういうことをこの国はどういうふうにしたら自分にとっていい国になるかなってことを考えているとなんとなく面白くてね多分政治活動のモチベーションでこんなところでしょうねきっとね、うん、ネオヒルズ島とかどうですかね <laughs> なんてことを考えながら面白くあの政治の、ね、今回の選挙速報を見させてもらいましたけども うん、まあ比例がだんだん開票されていって、まあ、いろんな方がねあ立候補されてるんだなとこう考えてみたら国会議員になろうっていってねいろんなところで選挙活動してる方ほとんど知らないですねやっぱりね国民は私も含めて、うん、だからテレビに出てる方もしくはインターネットに出てる方を中心に有権者も選ぶんだなと思うばかりですね あ,あ、ナミさん、ダイダロスも、ダイダロスも事件ですけども、衆議院議員も事件ですね。ナ、う、ミ、ん、さんはどんなね、選挙戦をお迎えだったでしょうか、もしくは、もしかしたら、そこまで、えー、お考えになってないかもしれませんね。今回私はね、なんか、自分が出るんだとしたら、どこかなみたいなね、どんな気持ちで出るかな、自分が出馬したら、どんな批判が来るかなみたいなね。 ことを感じなながら見てましたんでなんか今までの中で一番面白い選挙だったかなと思います。でちなみにねやっぱりこうどの党もね共感するところがありどの党も受け入れがたいところがあるんですよね。それこそ共産党にだっていいところがあるしまあ自民党維新の会でもなんかここはちょっと違うんじゃないかなみたいなところがあったりとかね。まあ、私はね最近思うんですけども 国防ってものがすごく大事だなと思うんですよ。国を守ること。で、国に力があるから、外交もうまくいく。五部でやっていけるんだなと思った時に、もしかして私、広島生まれなんでね、ずっと、比較三原則に結構縛られてきたんですけども、心理的にね。で待てよと、と、うん。もしかしたら、その、核ミサイルをね、日本が保有することによって、 なんか一定の説得力を持つんんんじゃななないかなとかとねそんな気もしてきたんですよね原子力潜水艦を日本海に配備することによって守られるものもあるのかなとかねこのままだったらどうでしょうね武力を持たないことによって特に核ミサイルを持たないことによっていつの間にか日本が侵略されて終わってましたみたいなね確かに核の脅威はなかったけれども。 まああの原子力爆弾は使わなかったけれども国がなくなりましたっていうのはどうなのかなとかねどうなんでしょうねどうなんだろうまあ私は近い将来日本もその核エネルギーとかねもう一歩別の段階で考える時が来るんじゃないかなと思いまみたいですね。 どうなっちゃうんでしょうかという事件でございました。はい、すみません、ダラダラとじゃあお疲れ様です。動画の方を送っていただきました。ありがとうございました。